ボグダン・ボグダノビッチは、ユーゴスラビア、ベオグラード出身のバスケットボール選手。NBA のアトランタホークスに所属している。ポジションは、シューティングガード。2010年9月に KK パルチザンで、プロデビュー。国内リーグや ABA リーグなどで活躍し、有望株として注目される。同リーグで優勝を経験した後、2014年7月に、 TBL の強豪フェネルバフチゆるけると契約。TBL やユーロリーグでも数々の賞を獲得し、2016から17シーズンはユーロリーグで栄冠を勝ち取った。ボグダノビッチは2014年の NBA ドラフトにエントリーし、フェニックスサンズから27位で指名された。その後ボグダノビッチの保有権は2016年の NBA ドラフト開催日にサクラメント・キングスが8位で、指名したマー・キース・クリスの交渉権とのトレードで、サンズが13位で指名したヨルゴス・パパ・ヤニス、28位で、指名したスカル・ラビシーレの交渉権と共に、キングスに移動している。2017年6月29日、キングスと3年2700万ドルで契約した。10月23日のフェニックス・サンズ戦で、NBA デビュー。 12得点を記録した。2018年2月16日に行われたライジングスターズチャレンジでワールドチームの一員として出場26得点6アシストを記録し、試合はワールドチームが155から124で US チームに勝利した。ボグダノビッチはこの試合の MVP に選ばれた。二千十一年に u 十九世界選手権に出場し、 銀メダルを獲得。2013年からフル代表に招集され、2014年フィババスケットボールワールドカップ、2016年リオデジャネイロオリンピックと銀メダルを獲得している。ありがとうございます。